ヌシャテルは、フランスのノルマンディ地方のブレ地域で作られる、白カビチーズ。ハート型の形状を持つタイプがあり、これは特徴の一つとして挙げられる。日本語では、ヌーシャテル、ヌーシャルテルチーズ、ヌシャルテル、ヌフシャルテルとも表記される。ブレ地域とは、セーヌマリティーム県、オワーズ県にまたがるエリアである。同じタイプの白カビチーズのカマンベールドノルマンディなどと、 異なる製造工程の特徴があり、カードをこねるときに早くも塩を混入したり、前もって熟成しておいたヌシャテルを混ぜるという手法が用いられる。製造工程は生産者によって違いがあり、塩は後で使う場合もある。熟成期間は12日、3週間、1から3ヶ月など様々で、ボンドタイプの大きなものは熟成期間が6ヶ月に及ぶものもある。 ヌシャテルについての言及が確認できる現存最古の文献は11世紀のもので1035年とも1037年とも言われる。かなり間が悪が1543から1544年サンタマン修道院における会計報告書の中にも記載が見られる。交換伝わるところによれば14世紀に始まる百年戦争の最中フランス娘が イングランド軍の兵士に送ったハート型のヌシャテルが現在でも特徴とされるハート型の始まりとのこと。パリで広く知られるようになったのはアルマノックでグルマンズに再録されたことによる。多くの認定を受けた年については複数の文献館で移動が見られ、1969年とするものと1977年とするものがある。イナオの資料では1977年としている。 2014年には1660トンが販売され、うち490トンが農家によって残りは工場で生産された。名称ごとの形状、サイズおよび重量を丘表にまとめる。表中のセンチメートルはセンチメートル、G はグラムを表す。ありがとうございます。